グーファンタジーラジオ。はい、どうも、まのっちです。よろしくお願いします。はい、今回は、2013年日本プロ野球のペナントレースの結果予想をしたいと思います。もうちょっとでね、開幕だから。うん。はい、では、まずね、結果、予想結果から見てもらおうかな。うん、こちらです。はい、ドン。はい、セリーグから1位巨人、2位阪神、3位ヤクルト、4位中日、5位広島、6位横浜。パリーグが1位ソフトバンク、2位オリックス、3位西武、4位日ハム、5位ロッテ、6位楽天ということですね。はい、これは本当自分の好き嫌いとか別として、あくまで俺の予想、そして俺の持論のもとに出来上がった予想結果です。はい、あくまで本当俺の持論ね。うん。で、ちなみに俺は日ハムファンなんだ。俺北海道に住んでるから、札幌に住んでるから日ハムファンなんだけど、こういう予想になりました。うん。まあね、好き嫌いを含めるのであれば、もう日ハム1位になってくれって本当心から思うよ。うん。けどまあこれあくまで予想だからね。うん。こんな感じになりました。はい。で、まあ例年のその結果、ペナントレースの結果とかから見て、俺的にちょっと冒険したなと思うのが、セリーグだったら4位の中日で、パリーグは2位のオリックス。うん、ここかなと。はい、まあオリックスはその選手を見る限りだとベスト3はいけるだろうと、うん、思ったんだよね。うん。で、4位の中日はなんだろう、別に全然批判とかじゃないんだけど、落合監督の時の、まあ、貯金だけ、貯金ではないけど、そういうものがそろそろ切れるんじゃないかなって。うん。けどやっぱまあ、ね、井端とか、まあそういう自力のある選手がいっぱいいるし、うん。俺浅尾とかすごい好きだしさ。うん。まあそれでも4位かなと。なんとなく今年阪神来るんじゃないかなって思ってる。うん。まあね、巨人強いしさ、やっぱいい選手いっぱいいるから強いから、うん、まあ希望を言うのであれば、この1位巨人、俺ならすごいもう硬かったんだけど、ここ崩してほしいなって。そんぐらいの方が見てて面白いじゃん。そういう混戦の方が見てて面白いから、うん。ここはいろいろ、まあ予想が外れたら嫌だけど、いい意味で外れてほしいかなって。もっと番狂わせ、もう広島横浜あたりがさ、頑張って狂わしてほしいなってのは思う。うん。で、まあパリーグはね、なんだろうな、まあ当たり前のこと言っちゃうけど、パリーグは交流戦でいっぱい貯金作ったとこはやっぱり有利だよね。うん。結構もうどんぐりだと思うんだよ。どんぐりの背比べだと思うんだよ、パリーグって。うん。だから、もうね、もう、同じこと2回言っちゃうけど、交流戦で貯金作った動画はやっぱり有利かなって思います。まあ、すっげえ当たり前だけどね、これは。うん。もしよければ、まあ、これ、この動画見てくれた人は、もしよければ、予想聞かして。俺の予想はこんな感じだよ、みたいな。うん。これほんとあくまで俺のね、考えだからさ。はい。もしよければ聞かせてください。はい。それじゃあ終わりまーす。バイバイ。